予選3日目のレースをお届けしています若松のピットです。この時間は第9レースのピットリポートをお伝えします。2号艇で登場は森永愛選手です。よろしくお願いします。お願いします。今日前走レース2レースはインから逃げての1着シリーズ2勝目マークとなりましたが、はい、船橋の感触どんな感じですか？重たいですね。ちょっとインだから逃げれただけであってちょっと重たいんでもうちょっと上積みしたいですね。回るようにしていきたいと思います。重いっていうのはレースの中ではどのあたりが気になりましたか？回った後が重いんですよ。でもその後の足がいいのでちょっと整備しようかなとも思ったんですけどペラでちょっとなんとかなるかなと思うんでちょっとペラ調整で、はい。ここは2号手での登場です。2コースからと考えていらっしゃいますか？はい、2コースから。スタートに関してはここまで振り返ってどうでしょう？あんまりつかめてないですね。はい。じゃあそのあたりも課題になりますか？そうですね、自分との戦いです。はい。じゃあ最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。地元なんで授乳は乗りたいと思うので応援してください。お願いします。それでは第9レースその他の選手の情報をお伝えします。1号艇は森谷美穂選手です。今日も乗りにくくはないけど足自体は全体的に普通と言っていました。微調整でこの乗りやすさだけをキープできたらというところのようでできればもう少し全体的に上積みもしたいということです。進入はインから。スタートに関しては風が強かったり強さが変わったりするから展示でしっかり合わせていきたいと話しています。続いて5号艇は渡辺由美選手です。若松は初登場、地元福岡の105期渡辺選手、まだ17歳という若さです。今日の1レースはスタートはまあまあいけたけど1マークに関しては技量不足ですと振り返っていました。直線は普通あるけどいい方ではない、ターン周りは回った後が出ていかないということです。でも昨日プロペラを変えて初日よりターンの入り口乗りやすさが良くなっている気がするそうです。このプロペラで調整という動きになったようです。今日はチルトやプロペラで少しでも足を上積みできればと話していました。進入に関しては大外から。スタートはいつも若松で練習している分ここまで全て全速でいけて安定しているということです。以上第9レースのピットリポートをお伝えしました。